シュレイ YouTube チャンネルをご覧くださりありがとうございます。今回はアシュレイでもご質問いただくことの多いベッドの構造とウッドファンデーションについて動画でご紹介していきたいと思います。まずこちらがアシュレイでスタンダードなクイーンサイズのベッドフレームです。中をお見せしていきます。こちらがベッドの中身なんですけれども、ここがマットレス、その下がウッドファンデーションという木の箱になっております。中はこんな感じですね。こちらのウッドファンデーションがないとマットレスが直接フレームの上に乗せられないような構造になっていますので、必ず一緒にご使用ください。またこちらはスタンダードな15センチ厚のウッドファンデーションになるんですけれども、特注で薄くしたり厚くしたりすることができますので、ご希望のマットレスの高さに合わせてご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。また一部の引き出し付きのフレームなどはすのこがすでにセットになっているものもありますので、この場合はウッドファンデーションは必要ありません。いかがでしたでしょうか。日本のベッドとアメリカのベッドではいろいろと違うところが多いので、疑問に思われている方も多いと思うのですが、こちらの動画で解決していますと嬉しいです。また概要欄の方にもベッドの構造について詳しく書いたブログのリンクを貼っております。こちらは写真付きで分かりやすくご説明させていただいてますので、ぜひ合わせてご覧ください。